文書を差し上げましょうか。ところで将軍様はああ東行将軍は将軍様配慮に感謝する。すまないが諸君はさ、中では見かけなかった。人間採用、君は将軍との戦いを再開。ふゆ、あなたが会いたがってた人を連れてきた。今新作譜を収めてるのはこの稽古。こいつが東大、寝起きみたいな顔して見るからに弱そう。東行は、あいつ、なんでこんな奴を後継者にしたわけ？ま、じゃあ、軽減将軍。この水煙で私と勝負しない？もし私が勝ったら、好きにさせても。私は正体に応じてきたと言っただけで。は？戦わないの？あの戦いを再開するためにここに来たのに、それに応じない。まさか戦わずして私が勝ったと認めるということ？いや、君は誤解している。私がここに来たのはまさしく当時の戦い。なーに？東行はラフの将軍として雲起軍を統率した。良源は西洋の長として群馬に命令を下していた。しかし今私は泉州の将軍だが、君は良源ではなく一介の囚人だ。私と戦いたいのならこちらの決めた規則に従い我が軍隊を打ち破り。お前の軍隊？ああ、これが条件だ。君は私の後ろにいる4人と戦う。え、私たち？私なんてただのひよっこなのに。この4人の、この4人を見くびらない方がいいと思うが、それぞれが卓越した技を持っており、闘志も忍耐力も素晴らしい。もし君が勝ったら過去の戦いを再開しよう。だがもし負けたら4人の質問に答えなければならない。ふん、飲む。この高台を五番、人を駒として勝負。たった四人の増票で私を狂う。私駒ども、お前たち採用の記述を見せてやる。抵抗は無だ。気づいてないんだ。罪に向き合って
槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。チャンスだ。罰を下す。気づいてないんだ。罪に向き合って幽府が定めし処罰、援護を命じる。獣王の直後、ここに書となる。ランス戦闘準備。これなら遠慮不要だね。だくらえ、最強剣を打てよ。思い知らせてあげる。罰を下す。寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。一発ド派手に行くよ。俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。まだ否定するの。君の負けだ。戦の勝敗は。なら待って。本当に煩わ。これを見て。コーラに封印され。でも心当たり。信じるか信じ。あいつは遊ぶこと。封印されてからの戦。クエンの言葉は好戦的な戦士にとり。白露様はよく家を抜け出して。うん。ちょっと、まだ賭けは終わってない。もう一回勝負し。くそ。うん、ことの見通しは。ありがとうございます。もう何日も金人校に戻ってきて。じゃあ道を。私と漫才。あそこ見て。あの、うん、うんうん、わかっ。こんにちは。なんで。うん、まさか。うん、いい十招待。わかります。とにかくあた。あれ、そちらの変なこと言わん。うん、ええ、それに、まさか。じゃあ仕事で。お嬢さん、それで、さっ、あっちの道です。二人はゆっくり休んで。ああ、わか。白露様、龍女様。なんで、奴ら、一緒に遊ぼうと言った。バカ、あんなの誰にも捕まらない遊びをし。なら逃げね。出たー。スーちゃん、ごめんごめん。さ、さ、す、採用は。笑い声は聞こえるのに誰も。声はこの中から聞こえるみたい。あれ、あ、変なの。追いかけてくる人を拒む強い警戒心があるみたい。でもこの鈴は
西洋は関係ない人、つまり、うん、はいはい、もう準備ができたら、扉の向こう、どうしてこんな場、ただの西洋の目、ちょっとそこにいる西洋、早く白露様を解放しなさい。邪魔なやつらめ、僕たちはここで、トロビー、こや白露、大人には見つからないようにしようって約束したじゃんか、絶対に家には帰らないって。そうじゃったな、大人は平気で約束を破るが、わしらはそうだそうだ、お腹が空いたら食べきれないほどの玉みどり串を出してあげる、喉が渇いたら、なんと早く出せ早く、今はまだダメ、まずはみんなで一役ろう、僕たち二人で逃げてこの悪い大人たちに捕まおう、なら、うん、好きなように逃げよう、そこら逃げないで、僕はもっと外で遊びたいだけなのに、何が悪いの？なぜわしは大人の言う通りに暮らさねばならんのじゃ。みんな、今は遊んでいる場合ではない、大きくなってから遊べと言う。じゃが、たん前の扉を閉めれば、彼女はあっちに逃げるしかない。これは、それは、ま、ケイちゃん、今の鬼ごっこで、そのウキイたちっての、ケイちゃんの向かい、ちゃちゃ入れないで、そこで、あたした、頭がいい、それで、もう、前にハンガン様が、ひょうたんなら、フォフォはひょうたんを、白露様を使う、さあ、でも、ふえん、たちはいつも大人の方が大変だって言ってるけど、おかしいと思わない？だって大人も最初は子供だったわけだよね。なんで昔の自分と今の自分、どっちが大変かなんて比べるんだろう。そうじゃそうじゃ、なぜ意味のわからんことばかりわしに聞かせるんじゃ。わしは遊びに行きたいだけなのに。ここから出せ！こんなところに閉じ込められとうない！白露様、落ち着いてく、嘘じゃ嘘じゃ！大人って本当に卑劣だよね。子供の楽しい時間を奪おうとするんだもん。しっかりして。本当はお前たちも楽しい子供の世界に連れて行ってやろうと思ったのに、
どうしても嫌って言うなら暴力。倒れるわけには。我に力を。くだらない。用意したのよ。はっ、やっ、我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。はっ、月光を剣と。この月下で全てを照らさん。ごめんね、白トロビ。でも僕に、でも今日は。今度はないよ、トロビ。僕たちにはたくさん時間がある。いいかな、白露様。落ち込まないで、白露様。ジュガ、皆が他人に縛られたり管理されたりしたら逃げ。謝罪の言葉を考え。なんで謝るの。お兄ちゃんに叱られて。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験。いつの日かきっと白露様も今の日常から離。ぬし、なかなか人を元気。う、この様、こんなところで。正直に言うと、うん、西洋に善悪。わしも苦労して。待って、ん、他にも何。私たちもっとたくさんのフォロワーから採用。なるほど、龍女が西洋に取り憑かれたと触れ回るのは良くないから。わしの、そう、この出来事を。うん、それはね、前にあんたがみんなで知恵を出し合う。わかったよ。このタイト、白露様も。うむ、今回やっと左右の。まだ終わりじゃない。我にはこれで一件落着だね。でも外賛成。今はとにかく休you
人の声が。